さあ今回コロナとの、ね、新しい戦い方がいろいろと示されてきたわけですけども、まず今回まん延防止を受けてのですね、政府分科会の尾身会長の発言と小池都知事の発言がね、山本さんこれかなり食い違ってて皆さん困惑してました。そうですね、はい、こちらです。尾身会長は人流抑制ではなく人数制限、ステイホームは必要ない、このように発言をした一方で、小池都知事は不要不急の外出自粛を強く求めますと要請しました。はい、まずはサンジャポ初登場ですね、現役 JK 編集長小浜桃奈さん、はいね、よろしくお願いします。お願いします。この2人の発言を桃奈さんはどう思いました？そうですね、まず小池都知事はもう分かりきっていること、うん、大人が小学生に分かりきっていることを再度伝えているような印象を私は受けました、うんうん、そして今日本のワクチン接種率が約 78%、 8割の方はコロナに感染しても重症化しにくい状況下で、生きるために外に出て働く手段を取る方がいてもおかしくはないので、うんうん、あのようにステイホームは必要ないというふうにおっしゃる方がいてもおかしくはないと思って、どちらもおかしくはないと思ったんですけど、うん、今日本は情報化社会と化していまして、うん、街中に街中に溢れているウイルスにまず怖がる前に、身の回りに溢れている情報としっかり向き合って、何が正しくて何が必要なのかを一人一人が見極める力を身につける必要があるのではないかと思います。すいませんでした。謝ることじゃないけど、あまりにもなんかすごすぎて内容が逆に入ってこなかった。びっくりしちゃって、黒で香るかと思いました。すごい、急になんか三者無限大になったって、ね、女子高生なの本当に、はい、現役の女子高校生ね。おみさんはこのはずが後にね、実はその混乱を招いたっていうことで言ってますけどね、帰ってますけど、はい、太蔵くん、ね、こんな桃奈さん、あれ今日日曜日だから休みなの？休みじゃないんですよ。だからまず小池さんのおっしゃってることって、はい、全く間違ってないと思うんですよ、うん、もう基本的なことをおっしゃっている、うんうん、ただし、はい、今新しい戦い方を言われている中で、うん、コロナって刻一刻と状況変わってるじゃないですか、うん、で小池さんがおっしゃって全く2年前と全く変わらない、うん、同じことをおっしゃってるんですよね、うんうん、だからそこに私たちはちょっと違和感を感じるところがあるのかなという気がしますけどね、うんうん、伝わってますか？はい、わかります、はい、伝わってます。今日は自宅からということなんですね。そうなんですよ、はい、ちょっとまたその理由とかもね、後ほど伺いたいと思いますけども、うん、水野先生、はい、この、尾身会長の、ね、意見と、小池都知事の意見が違いますけど、いわゆる人流抑制すべきなのか、いやいや人数制限をすべきなのかということなんですけども、はい、水野先生はどうお考えですか？はい、これは新型コロナはですね、人々感染をしますので、うん、単純にその人が集まるところに行けばですね、うん、リスクがあることはこれは間違いないことなんですね、はい、ただね、重要なポイントというのは、その人が集まるところで一人一人がどういった行動をするか、ここがポイントになります、うん、ですので例えばその人がいっぱい集まっているところであってもですね、うん、一人一人がしっかりとした対策を講じていれば、感染拡大というのは最小限に抑えられるということになります、うんうん、と尾身さんが言っている、要するに人流ではなく人数なんだっていうのはある程度、ね、もう一歩踏み込んで、個人個人がしっかりやっていただく、この2年間で国民の皆さんはしっかりとした公衆衛生の知識を得てますので、この辺はやはり皆さんがしっかりとやっていただければ感染拡大は最小限に抑えられると思います、はい、ある意味尾身さんがこれを言ったのってこれが初めてじゃないと思うんですよ、第5波の時も割とこういうことをおっしゃってたので、そんなにその前と変わってることを言ってるようにな印象ではないんですけれども、ただその小池さんの気持ちもちょっと分からなくはないのは、小池さんは指定を2類相当から下げてほしいって前言ってましたよね。でそれを下げられないってことで岸田さんは突っぱねたわけ、突っぱねたって言い方はどうか分からないけども、で素人考えからすると、そうするとその二類相当のまま対応するには、都でね、対応するには、保健所も逼迫するだろうし、病床も逼迫する、で一番の理想は僕は素人考えで言うと、インフルエンザ並みにどこでもお医者さんが見てくれるようになって、保健所もそれほど負担がかからない、重症の人に対して 対応だけで済むような風になれば一番いいなと思うけど、なかなかそれが政府として採用を緩めることがしないのならば、
都としては、うん、医療体制は逼迫する可能性を考えなきゃならないから、うん、ステイホームっていうことにもなるのかなっていう気もするんだけど、うん、はい、その辺はちょっとジレンマがあるような気がするんですけど、どうでしょうね、うん、太蔵君なんかどう思います？いや全く同感ですね。あ、そうですか。薄い辺り、ね、太田さんが割と厚めに喋ってたからね。いやいやいや、その通りだなと思ってきました、はいはい、さあ、そしてですね、水野先生にここはどうなのというですね、オミクロン株との新しい戦い方について伺っていきましょう。まず最初の質問はこちらです。はい、ここで笹栗君ね、はい、2週間前後でピークアウトって本当なの、はい、ということですけど、はい、まあこの先、まあ、1万8000人ぐらいまで、まあ、来週ぐらいに行くんじゃないかと言われてて、うん、でもさらにはその2週間後にはでももうピークアウトするんじゃないかって言われてるわけなので、うんうん、まあ、去年みたいにこう緊急事態を取らなくてもなんか、まあ、このまま耐え切った方がいいのかとかっていう、まあ、そういう新しい戦い方っていうのは具体的にどういうことをするのがいいのかっていう、これ水野先生に、ね、聞いてみましょう、はい、先生、はい、このオミクロン株2週間前後でピークアウトしそうなんですかね、どう思います、先生は。ですね、これは諸外国の例を見てもですね、うん、これまでの波に比べるとピークアウトは早いということは分かってきているのと、あとはこの政府の専門家会議ですね、うん、このような見解でもですね、まあ、早ければ2週間前後でここにありますピークが到来する可能性を示唆しています、うん、さらに流行が先行した沖縄県でもですね、うん、専門家の方々が多くはですね、収束が早い、ピークアウトは早いというのは言われています。ただ、うん、私が実際に現場で診療している状況においてはですね、うん、もう増える一方でして、うん、ちょっとその辺の兆しがですね、まだ見えてないことは事実です、うんうん、割と立ち上がりがバッと早いと下がり方も早いっていうのはなんとなく世界のあれを見てるとそういう波にはなってますよね、うん、そうですね、まあ、潜伏期間が非常に短いというのがこのオミクロン株の特徴ですので、うん、はい、まあ、早く広がるけどもその分収束も早いっていうのはまあ推測されているところですね、うんうん、とりあえず2週間前後、まあ、正確には分からないでしょうけどもそのピークアウトを信じて我々じっと我慢するということですかね、先生。そうですね、まあ、ちょっとまだ兆しが見えないので何とも言えないんですけども、うんうん、まあ、やれることはやる、やれないことはやらない、このメリハリをつけたやっぱり生活ですよね、まあ、ここが大事だと思います。はい、武井君、はい、まあ、オミクロン株の特徴というのはいろいろとね、まあ、そうやってこう外国の例とかで分かってきているところもあると思うんですけども、その特徴にふさわしい対処法とか、そうです ね、対策、そうですね、さっき太蔵君も言いましたけど、小池さん2年前と同じこと言ってるなっていう、うん、コロナのことあんまりよく分かんない時期とかあったじゃないですか、うん、で症状もよく分かんないとかっていうとこからだいぶ分かってきて、うん、で本当に今そんなに戦う必要あんのってすごく思うじゃないですか。だからだいたいその感染者がこう検査の数に関してどれぐらいのパーセンテージいて、で重症者どれぐらいで死亡者がどれぐらいでとか、でその内訳はどういうことになってて症状はどれぐらいの症状の人が多くて、まあ、ぶっちゃけ例えばインフルエンザと比べてどれぐらいこう危険度があってとか、風邪と比べてどれぐらい危険度が高いのかとか、そういうことをちゃんともっとこう広く知らせて、大丈夫そうなら大丈夫そうな対策を取るべきなんじゃないかなと思うんですけど、医療の先生とかから見たら今どのぐらいの危険度なのっていうのはすごい聞きたいんですよ。そんなにこう恐れるほど戦わなきゃいけないほどなのとか、その例えば病床が逼迫するとかっていうことに対してはその制度がそうなりがちな制度に今なってんじゃないのって僕なんか思うので、大後半の時散々言われましたよね。そうなんですよ、だからその辺の危険度ってどんなもんなのって水野さんとか聞きたいんですけどね、はい、まあ、実際に私は外来診療やってますけども、うん、デルタ株の時に比べると、まあ、軽症者が多いのは事実です、うん、で今実際に保健所の業務、これまで保健所が業務でやっていたいわゆる健康調査ですね、患者さんに対して毎日毎日熱がどうですかとか状態を聞く、うん、調査もですね、今私が全部やってるんですけど、今20人ぐらい毎日電話かけてるんですけども、うん、それでまあ経過をお話を伺うとですね、やっぱり来た時は高い熱があったんだけども大体まあ翌日にはもう熱が下がってる、うん、まあ、長い方でもまあ3日ぐらいで熱が下がってる、でまあ、大体10日間ぐらい健康観察するんですけども、もう本当10日目にはもう何も問題がない、でお子さんはもっと軽いです、うん、そういう印象は持ってます、うん、なるほど、よろしいでしょうか。はい、はい、キリさん、神奈川の黒岩さんがですね、はい、やろうとしていることなんですけども、神奈川の場合はですね、まあ、それこそ PCR 検査、抗原検査をですね、とりあえず無料でやると、うん、でそれにやってですね、結果が出ますよね。今3日って言ってますけども、うん、神奈川の場合はもう少し短いと思うんですけども、ぜひこれ東京の参考にしてほしいなと思うんですけども、例えばそこで陽性になった場合はですね、うん、とりあえず
それほど体にダメージがなければ、うん、病院に来なくていいですと、うん、で家にいてくださいと、うん、家にいてですね、万が一体調悪くなったら来てくださいという、はい、このやり方は僕は意外とナチュラルでいいんじゃないかなと思ってるんですよ、うんうん、でその時にですね、例えばもしあの陽性の場合は、うん、それこそあの診断書を送ってもらうと、うん、いうことにするということですと、うんうん、まず人流がないですよね、うん、で会社側にも学校側にも迷惑がかからないということで、うん、このシステムを早くですね東京でもやってほしいな、うん、あの武井さんも言われたようにですね、うん、それほど大きくなければ、うん、家にいるってことが大切なんですよ、うん、これ行き帰りの例えば病院行ったりするとまたそこで人に迷惑かけてしまうんで、うん、家にいるってことがものすごく大切だってことを黒岩さん言ってると思うんですけども、うん、そういうのをやってほしいなと東京でもね、うん、思いますね。あともう本当にあのPCR 検査と抗原検査は無料でやると、うん、で今ねやる場所が少ないじゃないですか、うん、あのいろんなところでやってもらうことってできると思うんですよ、うんうん、ぜひそれをねやってほしいと思いますね、はい、あの分科会で一回そのね、はい、あの若者はもう検査せずに症状で見るっていうのを一回出して取り下げたようですけれども、うんうんうん、やっぱりあのその気持ちもちょっと分かるっていうか、今その無症状で検査を して陽性になるとそこでもう全ての動きが止まってしまう、うんうんうん、だから我々あの芸人に結構多いのは、うん、彼ら劇場に出てるから、うん、割とその定期的に検査するわけですよね、うんうんうん、そうすると無症状の中で陽性が出てしまう、うんうんうん、で果たしてそれがあの社会にとってどうなのかっていうのは、うんうんうん、あまりにもその闇雲に検査を増やすこと、うんっていうのは、うんまあ、これを言うとまたそのあの検査をした方がいいっていう人と対立になっちゃうんだけど、うん、その辺はちょっとその両極あるじゃないですか、うん、その検査をするべきっていう人としない人と、うんうん、それが対立するんじゃなくて、うん、その話し合える環境がどっかで、うん、今までずっと2年間、うん、割とあの極論と極論がこうぶつかって罵詈雑言が飛び交ってるようなネット上でね、うん、そういう状況をもうちょっとなんていうのかな、あの尾身さんのことを批判する人もいるし、うん、あの西浦教授のことも批判する人もいるし、うん、逆にあの楽観的すぎるっつって、うん、大丈夫じゃないかっていう専門家のことを批判する人もいるけど、うん、その人たちが折衷案じゃないけども、うん、胸襟を開いて話し合えるっていうようなところが、うんうん、濃厚接触者フジテレビの場合、うんうん、あの出演者が出ませんでしたよね、うん、濃厚接触者であったとしてもそれがですねあの陰性だったら僕は出ていいと思うんですよ、うん、でもそれがその期間が長すぎる、うん、ここがやっぱり問題だと思うんですよ ね、 そうですね、はい、さあ続いて、水野先生に聞いてみたい質問こちらです、はいはい、子供への感染拡大防ぐための一番の方法はこれ、うん、サリナさん、はい、子供感染拡大がすごい今あると思うんですけど、うん、子供ってなかなかこうねあの学校でこう密にならないとダメやったりもっと小さい子やとその、ねうん、自分で感染対策距離を取るとかが難しい年齢やったりすると思うんですけど、これってどういうふうにして防いでいったらいいんですかね、はい、水野先生、はい、やはり子どもの感染っていうのは増えてます？はい、そうなんですね。あの私の診療所のある区内でもですね、保育園が数箇所と中学校での集団感染がありまして、うん、それであのお子さんが感染するとですね、これあの親御さん要するに同居家族は全員対象者になりますので検査をするわけです、うん、そうするともう検査がもう急増するわけですね、うん、例えば5人家族でしたらもう5人全員検査しなきゃいけない、うん、でとにかくその検査が多くなってくるっていうことなので、まあ、そこでもう私今ほとんどそういう検査でもほとんどの授業もやってるような感じです、うんうん、はい、それもっとあの PCR を簡単にしてみんなが検査できるようにっていうのは難しいことなんですかね。検査自体はですね、私のところでは PCR 検査はあのやってます、抗原検査もやってますけども、うん、接触者は PCR 検査なんですね。で、うん、今のところはまだ遅れもなく翌日には一応検査結果が出てきますので、うん、それでご報告はできます、うんうん、あの、はい、学校で例えば2週間に1遍全校生徒 PCR 検査するとかいう、はい、のは難しいんですかね、そういう制度にする。そうですね、結局ですね、あのこの無料の検査センターができて検査数が増えてきていることのデメリットというか、うん、まあ、こちらにあの影響が出ているのはですね、はい、あの抗原検査キットがですね、医療用の抗原検査キットのが品薄になってまして、うん、業者の方にも伺ったんですけども、すごく限られているんですね。そうすると本当にこちらに来て発熱外来で検査をする人のための検査キットがなくなっちゃうんですよ。であとは PCR もですね、これあの、検査数が多いというのもそうなんですけども、 PCR の資材ですね、例えば綿棒ですとか唾液の容器ですとか、うん、そういったものもすごく足りなくなっているって聞いてますので、そうすると
本来発熱外来でやらなきゃいけない検査ができなくなるっていう懸念がありますね。でも今アメリカがバイデン大統領が全ての国民に抗原検査キットを4個まで無料でもう配送始まってるんですよね。やっぱり必要だからやってると思うんですが、日本はやっぱりそういう調達とか遅れてるような気がしますけども ね。それなんでなんですかね、アメリカはできて日本ではそれ足りない。それは なんでなんですかね、ただまあ要はそのこれはまたちょっとあれなんだけど、例えばその感染症の分類をね、その二類相当って言っても現場では割ともうあの保健所もあんまりそのなんていうの、数が増えれば手が回らないですから、現場はそれあの建前は二類相当だけども、実際にやってることは割と緩めの、あの今の、状況に見合ったことを対応してやっていく、つまり現場がそれをあのそれに対応するっていうことを、まあ、このコロナに関してはずっと続けてきているような気がするんですよね。でも実際は現場に負担がかかるわけじゃないですか、そうするとね。で保健所はあのそれを見ないようにするってことは臨機応変にやってると思うんだけど、実際本当のこと言うとリーダーが岸田さんがその大きな判断をして覚悟をして分類を下げるなり、なんかその発言をしてもらった方がいろいろみんなやりやすくなるんじゃないかっていう気はしちゃうんだけどね、はい。さあその子供への感染ですけども、太蔵君、はい、今日そのね自宅からリモートということですが、これは理由があるんですよね。それはそうなんですよ、理由があるんですよ、はい、いやあの今子どもの感染だということなんですけども、これ、まあ、あの子どもたちの目のために申し上げると、もうとにかく今学校は徹底的に感染対策をしていますよと、もうこれ大人が見て もういやここまでやるのかっていうぐらいやってますと、ただ、まあ、残念ながらですね、今回私の、まあ、3人子どもいるんですけど、一番上の中2の長女の学校で、まあ、感染者が出ましたと、でそうするともうちょうど昨日の夜連絡があったんですけどもね、あの要するにあお宅の娘さんは、濃厚接触者の可能性が高いと、だ今学校はあなたが濃厚接触者ですとかこの人が感染者ですというのは、あの、まあ、もちろん公表しないように、まあ、配慮していただいてるんですね。で濃厚接触者の可能性が高いので、ご家族は、29日土曜日までは、ご自宅で健康観察をしてくださいと、そうだ、ね、いうことなんですよ。なるとやっぱ動き合ってますよ ね、うん、全くこの幸いなことで今のところ私たち家族は、あの発症もしてないし、まあ元気いっぱいなんですけども、まあそういう状況で今日はあの自宅からリモートでやらせてもらっていることです。ずいぶんなんかね休みっぽいですよね。そうだね、ほつれたニットでスーツ着てきたらよかったのに。いやいや、ただあのこれ来週再来週か、2月に入って月曜日からまた今度投稿しますよと。今度僕が一番懸念してるのはですよ、今度小学生の、まあ、息子がいるんですけど、今度彼が学校行って、彼が今度濃厚接触者とまた僕10日間そうだよね、そうか、家族がみんな それを続けていくと、そこまでやるべきかどうか、ね、また僕準レギュラーの座も危なくなってくるんじゃないかね、確かに結構ね不安ですよねこれは、ね、だからまあこの辺難しいところで、もちろんねあの注意は必要なんですけど、どこまで注意をするのかということになっちゃいますからね。この太蔵君のパターンをかいくぐってる人ってどれぐらいいるんだろうって感じになっちゃいますよね。いやいや、これは ねあの田中さんもお子様いらっしゃいますけど、明日は我が身です。そうですね、もう全国の保護者の皆さん明日は我が身です。これもうね、僕があの子供たちから聞いた限りで、これだけやっていてやっぱ感染してしまうっていうのは、もう何か対策で防げるのか、そういうレベルではないんじゃないか、ちょっとやっぱり、考え方を変えなきゃいけないんじゃないかっていうのは僕の考えですね。はい。